サイコパスサイコパスは、プロダクション IG 制作による日本のオリジナルテレビアニメ、また、これを原作としたメディアミックス作品。テレビシリーズは、フジテレビ、の痛みが似て放送され、2012年10月から2013年3月に、テレビアニメ第一期が放送されたのを皮切りに、2014年7月から9月に、第一期の新編集版、同年10月から12月に、 第2期、サイコパスサイコパス2が放送され、2019年10月から12月に、第3期、サイコパスサイコパス3が放送された。このほか、2015年1月には、映画、劇場版サイコパスサイコパスが公開され、2019年には、劇場版3部作として、サイコパスサイコパス、SS シナーズ・オブ・ザ・システムが連続公開された。 2020年には特別編集版サイコパスサイコパス3ファーストインスペクタが劇場公開及びアマゾンプライムビデオにて独占配信された。テレビドラマ踊る大捜査線の監督として知られる本校勝幸は無類のアニメ好きでもあり長らく自らの手でアニメを作る夢を実現させたいという思いから多忙の中で密かにアニメ作品の企画を構想していた。 2009年、プロダクション IG のプロデューサーと接触する機会を得た、本広氏が長年の夢を語ったことがきっかけとなり、アニメ制作監督の塩谷忠義と共に、本作品の実企画がスタートした。当初は、現代版、パトレーバーを作ろうという構想であったが、やがて様々なセッションの過程を経て、ストーリーラインを固める段階に来た2011年、初頭の頃、ハードで、 ダークな作風の魔法少女窓かマ儀カ,カで知名度を得たウロブチをメインストーリーライターとして迎え書き作品概要に記載した最終的な作品形式が出来上がった。また実際のアニメ脚本は小説家深見誠と高葉綾がシリーズ構成をもとに草稿を書きそれをもとに宇都羅絵画脚本を書き下ろす共作形式で概ね前は作られている。 第2期は1クール全11話。シリーズ構成に新たに作家の生方等が加わり、熊谷淳が脚本を担当。うつろ園はシリーズ監修を務める。第3期は劇場3部作第3作の初日舞台挨拶にて制作が発表された。基本的なコンセプトは、近未来 SF、警察後の群像劇の3つに集約される。 当初の企画がパトレーバーのようなロボットものであったことや、中核スタッフの思考もあり、ジャンルは SF に、時代設定は SF の定番とも言える、近未来になった。ただ、IG 社の SF アニメ代表作である、広角機動体との差別化を図る意味もあり、広角のようなサイボーグ、電脳といったサイバーパンク的設定は、意図的に採用されず、SF 的要素は、 人々の精神が数値化され、管理されるという世界観と作品のキーアイテムである特殊銃ドミネーターを中心とした未来的ガジェットが中心になっている。また、作品の世界観がディストピア SF によくある厳しい監視による管理社会を物体としながら、ディストピアにもユートピアにも偏らない中間的な社会として描かれた理由は、 社会体制の是非をテーマにしていないためである。舞台は人間のあらゆる心理状態や性格傾向の計測を可能とし、それを数値化する機能を持つシビュラシステムが導入された西暦2百1 2年の日本。人々はこの値を通称サイコパスと呼び習わし、有害なストレスから解放された理想的な人生を送るため、その数値を指標として生きていた。 その中でも犯罪に関しての数値は犯罪係数として計測され、たとえ罪を犯していないものでも規定値を超えれば潜在犯として裁かれていた。そのような監視社会においても発生する犯罪を抑圧するため、厚生省の内部部局の一つである警察組織、公安局に属する刑事は、シビュラシステムと有機的に接続されている特殊拳銃、 ドミネーターを用いて治安維持活動を行っていた。本作品はこのような時代背景の中で働く公安局刑事課一係所属メンバーたちの活動と葛藤を描く第2期は第1期終了時点から1年半後から始まり、シビュラシステムと公安局に攻撃を仕掛けてくるシステムに認知されない。 犯罪者を追うことになる新任監視官として、公安局刑事課一係へ配属された、常森や金。主の部下となるのは、監視官と同じく、ドミネーターを与えられながらも、犯罪を理解して予測できるがゆえに高い、犯罪係数を持つ、執行官のずる行進や、進む陸ともみ、当衆星、国塚やよいの4人。主は、初日から失態とも取られかねない異例の対象、 してしまい、もう一人の監視官である、義の座身元から厳しい言葉を受けながら、ズルコーに励まされて、成長を重ねていく。シビュラの目を逃れて次々と起こる生産な事件を解決していく中、ズルコーの過去が明かされる。3年前、当時は監視官だった、ズルコーは、当時の部下であった、執行官の笹山ヒカルを、標本事件と呼ばれる、事件捜査の際に殺害されていた。 それ以来、捜査にのめり込んだために、犯罪係数が上昇して執行官に降格してしまった現在でも、ズルコーは唯一の手がかりである、マキシマなる人物を追い続けていた。やがて、サザさんの殉職事件と告示した、女子高校生の了期殺人事件が起こる。これまで首都捜査に当たった事件でも、ズルコーは、陰で犯罪を支援する者の存在を感じ取っており、その人物が、 マキシマではないかと考えていた。そしてついに、数々の犯罪者を陰で操っていた、マキシマが主の前に姿を現す。マキシマは凶悪犯でありながら、ュラにその犯罪動向に見合った、犯罪係数が計測されることのない、免罪体質と呼ばれる、得意な体質を持っていた。主は、目の前で、マキシマに親友を殺害されながら、 ドミネーターでは確保も射殺もできず、逃亡されてしまう。さらに、シビュラの完全性を疑わせないため、局長の青を上州によって、牧島の存在を隠蔽されてしまう。牧島は、シビュラの正体を暴くことを目論み、仲間のチェグソンと共に制作したシビュラに感知されない、妨害ヘルメットを各地に配布して、犯罪を頻発させることで、 街中でサイコハザードを引き起こし、その隙に渋浦の本体があると推察した、厚生省のナタワーを襲撃する。ズル、コート、主はその真意に気づき、死闘の末に、巻刀の確保に成功する。一方、チェを追跡していた党は、渋浦の正体を知るが、その直後に、チェともどもの犠牲に殺処分されてしまう。 牧島の身柄を公安局から厚生大臣直轄の特別チームに移し、刑事会一係から捜査権を奪ったの犠牲は、牧島に、守備浦がスーパーコンピュータではなく、凶悪犯を含む、免罪退出者である200人以上の脳を、ユニット化して、統合運用させた、有機演算システムであることを明かす。また、の犠牲の正体も渋浦を構成する、ユニット脳たちが共用で使用する、 機体であり、この時に使用していたユニット脳は、牧島の元仲間の藤間孝三郎だった。藤間は牧島にユニット脳へ加わることを勧誘するが、それを拒絶した牧島は藤間を殺害して逃亡する。なおも、牧島を取り込もうとする守備裏は、その障害となりうる、ズル、孝を捜索から外して殺害しようとするが、守備裏の思惑に感づいた、ズルは、 シ島を抹殺するために妨害ヘルメットと進む陸から渡されたリボルバーを手に公安局を去る。まもなく渋浦から正体を明かされた主は渋浦を剣をしつつもシ島の確保を条件にずる公の除名を取り付け二人を追跡する。シ島は新たに日本の食料自給の99%を担うハイパーオーツを壊滅させるバイオテロを企む。 進む陸が犠牲となりながらもテロは阻止されるが、主の追跡も虚しくずるンは牧島を射殺し、行方をくらませる。牧島の保護に失敗した主は、将来的に市民がシビュラの正体を知った上で、その存在を享受して懐獣される環境を構築するための理想的なサンプルとして、命と身分を保証される。それに対し、いつかシビュラを必要としない。 新しい道を見つけてみせることを宣言する、明けのことを、渋ラは嘲笑うのだった。物語は、一連の事件の後に執行官となった、ギノザと、新任監視官の下月美香を加えた、新たな公安局刑事が一掛り、そしてどこかで生きている、ズルコウの姿を映して、幕を閉じる。第一期エンディングから一年半後、東京都内で連続爆破事件が起こり、 新任執行官の東金昨夜と、雛ながを加えた、新体制の一係りも捜査に当たるが、人質に見せかけたおとりを追跡していた二係りの、監視官、四水水江が不可解な状況で姿を消してしまい、現場には、血で書かれた、WC のメッセージが残されていた。確保した、犯人、北沢明の犯罪係数は通常では、考えられない経過をたどっており、 さらに尋問のための工地期間中に執行対象外の数値にまで下がるという異例な事態になる。本人はカムイがクリアにしてくれたと口走り、理想中に逃亡を図るが、結局は殺処分されてしまう。きたたくの俺は今何色なんだろうという死に際の言葉から、主はダブルシーの意味がホワットカラーではないかと思い至る。その後もカムイを 救世主と仰ぐ複数の人物による事件が起こり、さらにその捜査の過程で複数の執行官が殺害されてドミネーターを奪われてしまうという事態が発生するが、犯人たちは一様に犯罪係数が執行対象外のため、現在の日本の法律では裁くことができずにいた。カムイの正体は極めて高い量の知識と技術を兼ね備えた青年。 しかほこかこいきりとであった。彼は小学生の頃に修学旅行で登場していた飛行機の墜落事故にあって重傷を負うが自分以外の同期生184名の遺体のパーツを継ぎ合わされて生存した多体移植手術の被験者だった。しかしその結果、シビュラシステムからは生きている人間ではなく、継ぎ合わされた死体あるいは複数の人間の集合体と認識されることになり、 サイコパス判定の対象から外され、その結果として、社会全体から阻害されてしまうという経歴を持っていた。シカホコガコイは自らを、このような目に陥れた人物とシビュラシステムを裁く、ために、数々の犯罪を計画、実行していたのだった。シカホコガコイの正体を掴んだ主と人係は、 彼の逮捕に向けて動くが、捜査の最中に、主の祖母が何者かに殺害されてしまう。地保護囲いの仕業に見せかけて行われたその、殺人事件の実行犯は、東賀に昨夜であった。彼は、シビュラシステムの一部となった母親を美しく保つ、という、歪んだ愛情から、過去に、幾人もの監視官の犯罪係数を上げるように仕組み、その度に、 ドミネーターで殺処分してきたという経歴の持ち主だった。さらに、彼の母親である、東金美子が率いる東金財団こそが、鹿鉾囲いの多い移植手術を人体実験のために、行った、超本人であった。鹿鉾囲いを、自ら殺処分するために、身部局長の姿で現れた美子であったが、彼女以外のシビュラシステムの総意により潜在犯として、認定され、 シカホコガコイの持つドミネーターで射殺された。首都シカホコガコイの訪問を受けたシビュラシステムは、主の提案により、個人としてのサイコパスの他に、集団としてのサイコパス判定を導入することを決定する。それによってシカホコガコイは、サイコパス判定を受け、潜在犯として認定され、法の裁きの対象となった。あくまでもシカホコガコイを殺さず逮捕しようとする。 主だったが、母親の死を受けて錯乱した昨夜がそこに現れ、鹿コガコイとドミネーターを打ち合い合い打ちとなる。その間際に鹿コガコイは、主の正義がこれからの社会を導いていくと信じ、彼女に未来を託して、この世を去った。事件解決後、シビュラシステムは、 主に対して、集団サイコパス判定が開始されれば、個人としては、サイコパス判定がクリアであっても、集団としては、問題があると判定された人間に対する魔女狩りが、横行するだろうと警告する。だが、主は、社会が人間を選ぶのではなく、人間がこれからの社会を選ぶと、人間の可能性にかける思いを語るのだった。第二期エンディングから五年後の二千百二十年。 日本国政府は、従来の鎖国政策を緩和し、段階的に移民を受け入れ始めるようになっていた。かつて公安人係を率いた、常森茜は何らかの事件で拘留され現場を、知り添き、義の座新元安子を徹平に加え、帰国した、ズル公信也は、花城フレデリカが組織した、外務省行動課に転属。公安局刑事課長に昇進した、下月美香。 一係に残留したヒナがショート等の森潮にや、新たに配属となった執行官二重むつ天馬、入江地図、木更木、馬をはじめとした新体制のも治安維持にあたっていた。車両事故によって死亡と色相悪化により監視官二名が現場から退き、監視官不在の刑事課一係に、特永久メンタリスト振動尺と元軍人でロシア系の機械移民のアキラ。 ミハイル・イグナトフが着任。この二人は、それぞれの家族が死亡した事件の謎を追うべくして、監視官となった、わけありだった。その年の10月、新東京国際空港近海に巨大輸送機が墜落する事故が発生し、シャクとアキラを加えた、人かかりも、捜査のため出動する。その中で彼らは、偶然の積み重ねにより、事故に見せかけられた犯罪と、 それを設計する何者かの存在に気づき、さらに外務省行動家も独自の捜査を行っていることを知る。被害者の朝日、リックフェローズが気づき、告発しようとしたサブプライムローン詐欺を捜査によって突き止めることに成功はしたものの、朝日を殺害した存在を突き止めることは叶なわなかった。その直後、朝日が殺された事件と禁似した脳科学者、 土屋博士の自殺現場を捜査。自殺と断定するほかなかったが、選挙テロの防止という名目で、土屋の関係者であると知事候補、小宮明里奈と対立候補である薬師寺、ヘラクレス、コウスケの捜査を開始。薬師寺の秘書が殺害されるという選挙テロが発生し、その裏に、妙画に廃棄区画の裏チャンピオン、榎ノ木宮、春樹の関与を疑う。捜査の中、 執行官の家族の暴言に対してアキラが暴力を古い禁止されるというアクシデントが起こるも、エノキミヤ率いる選挙テロを阻止。コミヤが思考誘導 AI のマカリナを使った選挙を行っていたことが発覚したが、知人のエノキグの関与を知った薬師寺の色相が悪化。結果的にコミヤが新東京都知事となる。その後、26期は前任監視官の事故の際に聴取した。 死、沢光一の名刺を尺と明に託し、一連の不審死の陰にこの男がいると二人に告げる。事故により色相悪化した、人かかりの前任監視官に接触した明は、車両事故の裏に公安局内にもメンバーがいる狐と呼ばれる犯罪組織が関与していることを伝えられる。そんな中、新興特区新設説明会で自爆テロが発生。 賛成派が1名を除き死亡するが、反対派が全員生存だったため反対派の、テレーザ・リョーマ、ジョセフ・アウマ、トーリーエス・アッシェンバッハの3名と現場付近にいた、賛成派、クリスイコール・キンチ、オブライエンの中に犯人がいるとみて捜査が開始する。反対派の3人と会った後、残るクリスが、メンタルケアで入院している病院を訪れるも、直前で病室が爆破されてしまい、 長子に失敗する。さらには自爆テロ犯同様に爆弾が埋め込まれた人間が5人を降り、残り3発の爆弾が残っていることを特定する。前夜にクリスと面会し失踪した両側の捜査をする過程で国賓を利用した密貿易の証拠を入手。アウマがそれに関与しているのではないかという疑惑が上がり、さらに自爆犯がどちらも通りの教団。 ヘブンズリープの信者だったことからアキラとキサラギは国品になりすますことでヘブンズリープへの潜入捜査を開始する。しかし、その最中にアウマが自爆テロにより死亡。その知らせを聞いたキサラギは動揺してしまい、通りに潜入捜査を勘づかれてしまう。それを知らない二人は祈祷中のヘブンズリープ教祖のヒトシオに接触しようとするも、祈祷中のヒトなりはホログラムによる偽装だった。 その現場を通りに見られてしまい拘束され、公安局とは別に潜入している外務省の情報を入手するために拷問を受ける。そこでの通りとコングレスマンの一人で彼の母親のサイエンジサヤコとの会話でビフロストやインスペクターなどの情報を得るアキラだったが外務省の情報を話さないアキラに対してアキラの妻で潜入直前に視力回復手術を受けたばかりの舞子。 マイア・ストロンスカヤを誘拐して口を荒らせようとする。その一方でシャクは、メンタルトレースによって爆死したと思われた。クリシュが生存していたことを知り、彼とトーリが計画した犯罪であると見破る。両が本人とも再会し、彼女たちが計画していた、週末救済プランを利用して、今回の犯罪が行われていることが判明する。残り一発の爆弾を探すことになった。 人かかりは脱出したキサラギの証言もあり、ヘブンズリープへの強制捜査を実施。さらに K は潜入していた、ディノザ、スゴーの手により脱出。マイコを単独で捜索する。しかし、マイコはすでにトーリによって連れ去られており、アキラはトーリに解放を要求するが、マイコの反撃により、トーリが死亡。その結果彼女の色相が悪化してしまう。 アキラは舞妓を守れなかった尺を激しく攻め、二人の間に亀裂が入る結果となった。その数日後、アキラはコングレスマン、後半成果からインスペクターになる代わりに舞妓を施設から出所させると持ちかけられる。一度は拒否するも、最終的には承諾し、サーティンスインスペクターに任命される。その後、一係りへの取材を終えた国塚は、突如事故に遭い意識不明に、 さらにその現場に、シサワが現れるのだった。作中時間としては、第二期の後となる2千1 1 6年、長期の内戦状態下にあった東南アジア連合は、紛争地帯の中心部である首都、シャンバラフロートに、日本のシビュラシステムを導入する。これによって、シャンバラフロートは平和になったと思われた。そんなある日、武装した不審な集団が日本に侵入する。 その集団は、日本の警備体制を知り尽くし、シビュラシステムの監視をくぐり抜けて、テロを計画していた。シビュラシステムが導入されて、以降、前代未聞の密入国事件に、常森茜は、公安局刑事課一係を率いて出動し、退治する。やがて、そのテロリストの一員にモンタージュを行うと、密入国の支持者と、応募式人物が浮上するが、 それは、公安局刑事課一係の元執行官にして、主の元同僚、ズルコー深夜だった。主は、ズルコーの真意を探るべく、単身、シャンバラフロートへ捜査に向かう。シーアンに入国した主は、反政府ゲリラに身を置く、ズルコーと再会。ズルコーは、ニコラス憲兵隊大佐が依頼した、傭兵部隊に拘束される。主は、シビュラシステムが、 不正改造されて憲兵隊に運用されていることを突き止める。ニコラスはズル・コート氏を始末しようとするが、そこへ日本の公安局刑事課のメンバーが到着し、憲兵隊を殲滅。すべては渋ラによって仕組まれた事件であると明らかになる。主は渋ラの議体にすり替わった反議長に辞任して選挙で元首を選ぶことを迫った後帰国する。 ズルコウはギノザに見逃され、旅に出る。第一作、ケース1、罪と罰監視官、下月美香と執行官となったギノザ新元を主軸とした物語。時間軸は劇場版第一作目より、後のの2百1七年2月。下月、ギノザ、国塚は暴走車両を確保するために出動。結果的に公安局ビルに、 車両は激突する。車両に乗っていた心理カウンセラー、夜坂泉はメモリーキューブと呼ばれる記憶媒体を渡そうとするも、直前で破損させてしまい、錯乱状態のまま気絶。下月たちは夜坂を確保する。取り調べ直前に、経済省からの要請で身柄を彼女の職場である、潜在犯隔離施設、サンクチュアリへ送還することになり、そのことに疑問を抱いた主は、 東京都施設のある青森の二手に分かれて捜査することを提案。夜坂を確保した三人は青森へと向かう。夜坂の最脱走の危険があるとして国塚を彼女の監視に選び、下月らは捜査を開始する。しかし、施設長である辻会の妨害や国塚の拘束などがあり、捜査は難航。そんな中、儀の沢施設内の霊園で、 くくりたけやという少年を保護する。彼の持っていたメモリーキューブには夜坂の告発映像が記録されており、さらに東京では事件の裏にサンクチュアリ設立の立役者の一人である国会議員のカラス館が関与していることを突き止める。下月はサンクチュアリが放射能物質の回収や自我を失う投薬をしていたことを習慣者たちの前で明かし、辻会を執行。 主たちの到着により帰還した下月は、主から鳥館のことを聞かされ、彼に面会する。鳥館は、渋ラの端末であり、下月は、事実を伏せる代わりに夜坂とくくりの身の安全を保障させ、夜坂に面会をするのだった。第2作、ケース2、ファーストガーディアン国防軍所属時代の、菅鉄平と、執行官、進陸ともみを主軸とした物語。 時間軸は、テレビアニメ第1期より、前の2 0 1 2年夏頃、東京の国防省のビルを武装ドローンが襲撃する、事件が発生。東京から捜査のために、沖縄入りした、公安局刑事課に係監視官、青柳竜彩と人係の執行官、進む陸ともみが、名護基地を訪れ、その事件にある作戦で死亡したと思われていた、都合の先輩。 大友が関与しているということを告げる。都合は真相を知るため、共に捜査を開始する。第3作、ケース3、温州の彼方に、テレビアニメ一期後に、日本を脱出した元執行官、ズル・コーシンヤを主軸とした物語。時間軸は、ケース1より、後の同年11月となっている。セアウンでの事件の後に各地を放浪していた。 ズルコウは、とある小国で出会った天神という少女から復讐の仕方を学びたいと懇願される。そんな彼女に復讐は、虚しいと言いつつ、彼女に訓練をすることに、その裏では紛争の和平調停が進められていた。舞台は、第3期の最終回直後、TB シリーズからの直接の続きとなるストーリー。国塚を襲撃して公安局ビジへの入管パスを手に入れた。 シサワは単身公安局ビルへ。先に逮捕、拘留されていた小バとと共に公安局ビルを完全占拠し、小宮知事の辞任を要求するのだった。釈ャ明、アキラ、刑事課一係は、シサワを逮捕し公安局ビルを取り戻すために行動を開始する。その中で、法犯成果の目的であるビフロスト破壊計画、シビュラになるというし、沢博一の真の目的。 尺の父、振動特使の生前の行動などが同時進行で語られてゆく。最終的にビフロストは消滅し、氏・沢博一の目的もくじかれ、シビュラシステムと社会も新しい段階へと進み始める。公安局も新体制となり、逮捕されたはずの法犯省家が新局長として着任。法犯省家とシビュラの取引により、収監されていた。 つねもりあかねも、下月課長の補佐として、法廷執行官という立場で、現場復帰した。第一期、第二期、第三期、第1期対象者、第二期対象者、第三期、対象者コングレスマン・インスペクター・パスファインダー盗難アジア連合反体制勢力、傭兵部隊特別行政区三口あり、国防障害武将チベットヒマラヤ同盟王国の、人々傭兵団停戦監視団、 武装ゲリラ物語の開始は、西暦2千1 1 2年。2020年頃から始まった、新自由主義経済の歪みによる貧富の差の拡大が、原因で、倫理、道徳観念の世界的崩壊が起こり、犯罪、紛争の激化に起因する、正常不安のために、政府や国家の崩壊が起こったという設定である。この間、メタンハイドレート開発によるエネルギー自給と、 遺伝子強化された小麦、ハイパーオーツの普及による食料の自給の道を見出した日本は、諸外国の紛争の余波を食い止めるため、シビュラシステムによる判断とされる鎖国を開始し、他国からの違法入国を水際で防ぐために、国境や周辺海域に武装ドローンを配備し、世界で唯一と言える平和な国家となった。国を挙げて、食料自給に力を注ぎ、 国民経済の立て直しを図り、企業の国営化と大量の失業者支援のための職業的成功査を行う。この職業的成功査がやがて発展し、シビュラシステムへの開発とつながり、さらなる進化と試行期間を経て、2070年頃には社会システムの隅々までを包括的に管理するために本格的に社会へ導入された。この頃には、 食料自給も確立。経済成長と社会安定に成功し、世界で唯一の放置国家としての定裁を成すに至った。このため、作中世界の日本国民はシュビュラシステムに強く依存し、IT やドローンなどによってオートメーション化され、サイコパス測定のためのスキャナーに監視された生活、社会活動を送っている。 サイコパスや犯罪係数測定による治安維持は2090年過ぎ頃から実用化されている。社会不安時代の人口激減期を経て人口は2012年の10分の1程度となって人間の居住活動域は都市部に集中し食料供給のほとんどはオートメーション化された無人の国層地域で国内生産されているため職業としての農業は喪失しており 北陸地方一帯は、無人の国草地帯となっている。食も、合成加工された食品を機器により自動調理し、配膳されたものが主流で、人の手による料理や天然食材を使用することは、珍しく、趣味や、趣味の範疇である。学校教育のシステムは変更され、シビラ導入当初は併存していた大学も、システム安定期の2080年頃に廃止され、 職業訓練過程となっている。歴史教育は行われず、遠回しに思想統制がされている。職業訓練校における成績と適性で、シビュラシステムから職業選択範囲が割り振られているものの、珍しいとはいえ無職も存在している。芸術、芸能活動で生計を立てることもシビュラシステムによる。 免許制になっているが、無免許でアンダーグラウンドな芸能活動をしているものもいる。交際や結婚もしューラによる適正診断が重視され、同性婚も可能となっており、最適幸福実現の結果としての家族の形態も多様化している。シビューラシステムによって身の安全が保障されているため、人々が見知らぬ他者を警戒することや、 物理的な世情といった意識や習慣が廃れており、特にシステム運用後に生まれ育った若年層はシビュラ世代と呼ばれ、防犯意識が薄く、自ら主張することを良しとせず、システムに監視されることに対して疑問を抱いていないことが特徴とされる。現実においては、犯罪は社会的文化的逸脱と定義されているが、本作品では潜在犯を含め犯罪者は、 精神障害者の一種と認識されている。犯罪係数が規定値イコール100以上のものは潜在犯、犯罪係数が正常な人間は健常と呼ばれる。犯罪者は他に病気を感染させうる病原として隔離、排除の対象となる。犯罪が病気とみなされているがゆえに、犯罪者の取り締まりや処理を担う公安局は厚生省の内部部局となっている。 厚生省のほかに、経済省、科学技術省、農林省、国土交通省、外務省、国防省といった行政機関が存在している。サイバネティクスも進歩しており、技術的には脳や神経系以外の全身をサイボーグ化できるほどになっているが、医療目的以外の高割合なサイボーグ化には抵抗感を示す意見が多い。しかしながら、平均寿命は低下している。 監視社会ではあるが、保安システムのインフラが未整備にもかかわらず、人間が入り込んで活動している、登録上の廃棄区画や、開発の果てに放棄され、廃墟化している地区も存在しているが、構成施設に収容しきれない、潜在犯や貧困層や不老者の住みかとして、あえて放置されている。さらにスピンオフ小説、アバウト、エーガールによると、郊外地域には、 廃棄された大型施設跡にレジスタンスが潜んでいたり、自然回帰主義者の小規模集落があるとされている。精神状態から犯行が事前に察知される、重罪を犯す、可能性があるものは、法執行機関により、犯行前に裁かれる、適性のあるものは裁かれず組織に、スカウトされて、刑事となるという設定について、草加三蔵が、鈴木道夫の、 未来警察殺人化との類似性を復刻版の解説で指摘している。2015年6月12日、中国国務院の行政部門である文化部によって公表された国内で規制する38のアニメ、漫画作品でサイコパスが規制対象となった。インターネットでは Amazon プライムビデオにて第1話は2019年10月24日、0時に先行配信され、第2話以降は、 富士テレビ放送開始1時間後より配信される劇場版サイコパスサイコパスのタイトルで2015年1月9日より公開された R15 指定1月10日11日の全国映画集客ランキングでは全国103スクリーンでの公開にて93,164人を集め4位にランクイン公開から4日間で 集客数17万1545人、公衆2億4758万に3 0 0円の成績を上げた。興行収入は公開70日間で8億5000万円を突破した。2015年10月24日にワウワウシネマにてテレビ初放送。2019年1月22日には劇場版第2弾3部作の公開を前に、 フジテレビで地上波放送が行われた。スタッフ主題歌2018年3月に行われたフジテレビアニメラインナップ発表会2018プラサルトラでプロジェクト及び告知映像ティザービジュアルが解禁。2019年1月から3月にかけて連続公開された。2018年10月の第31回東京国際映画祭では3部作のうち 1> 第1作と第2作がプレミア上映されている。前作 PG12 指定。ケース2で進む陸ともみ役を担当した有本金流は公開前の2019年2月1日に制御したため、この作品が異作となった。第1作、ケース1、罪と罰。第2作、ケース2、ファーストガーディアン第3作、ケース3、 温州の彼方に2020年春に公開されることが第3期最終回放送直後に発表された。2020年3月27日に劇場公開アマゾンプライムビデオでも12時より本編映像の編集版が3話に分割され配信された。こちらは G 指定スタッフ主題歌サイコパスラジオ公安局刑事課24時のタイトルで音泉にて配信された。 2012年10月5日に、プレ放送が配信され、10月12日から2013年4月5日まで、各週金曜日更新で配信された。2014年に、番組が復活し、7月10日に、プレ放送が配信され、7月31日から9月25日まで、毎月第一木曜日更新で配信された。パーソナリティは、関智和と、野島健二で、 コーナーパーソナリティは、花沢香なまた、サイコパスサイコパスラジオ公安局刑事課24時、選択なき幸福のタイトルで2015年4月15日から6月24日まで、音泉にて配信、各週水曜日に更新された、x b o x one 用ゲーム、サイコパスサイコパス選択なき幸福の発売に、先駆けた企画となっている。パーソナリティは、 関智和、三木新一郎。サイコパスサイコパスラジオ公安局刑事課24時、選択なき幸福、移植版、このタイトルで2016年1月13日から4月6日まで、おと泉にて配信、各週水曜日に更新された。ゲーム、サイコパスサイコパス選択なき幸福のプレイステーション4とプレイステーションビータの移植版の発売を受けた企画となっている。 関智和、野島健二、石田明、三木真一郎のうち2名が各界のパーソナリティを担当。ニコ生キャスト特番、公安局刑事課一係捜査会議のタイトルで、2014年11月7日にニコニコ生放送にて配信された。サイコパスサイコパス2のメインキャスト5人が登場し、キャラクターの情報や第1話から第5話及び今後の見どころなどを紹介。 なお、この番組は、サイコパス・サイコパス2のアフレコ現場からリアルタイムで配信された。家庭用ゲーム体感型ゲーム会場はそれぞれである。開催日は、休園日を含む、ドミネーターが以下の2ブランドで発売。作中ではほぼ毎回、登場人物によって、実在書籍や著作についての言及や引用がされており、 その点に着目した書店や出版社の販売フェアやコラボレーション企画が行われ、第15話の巻島ガグソンに紙の本を進めるセリフの一部を書いた文章がキャッチコピーに使われている。サイコパスル大捜査線というタイアップキャンペーンが行われた。ルミネ2店舗でオリジナルクリアファイルのプレゼント、資料の展示、各フロアに設置された QR コードを読み取ると、 豪華グッズが当たったり、東京メトロ、丸の内線新宿駅、メトロプロムナードでシビュラゾーンが用意されたり、メッセージ年賀状が送られたほか、リンとして、シグレットのコラボご奏者が都内を走り、タワーレコード渋谷店で、このセントワールド、ギノザシン元の世界マイナスが展示されて、野島健二トークショーも行われ、秋葉原の定型商業施設で、スタンプラリーが実施された。 大仏宇サイコパス、サイコパスる夏、大仏宇サイコパス、サイコパスる冬といった、お台場エリアの主要施設を使用し、展示、物販、アトラクションと多岐にわたって、サイコパスサイコパスの世界を体感イコールダイブできる、イベントの開催した。アクアシティを台場にて、サイコフィルムと題して、各キャラクターの真相心理に迫る新規セリフを、収録した特別な映像の上映。 東京ジョイポリスにて、アトラクション、サイコパスサイコパスザシューティングの実施、アクアシティを、台場周辺にて、リアル謎解きゲーム各3種の開催、イベント期間限定の特設グッズショップ、サイコ、ショップ、オリジナルフードメニューを提供するサイコカフェが行われた。開催内容は、各時期によって若干異なり、例えばアトラクション、 サイコパスサイコパスザシューティングは夏と冬ではリニューアルが行われて、冬ではサイコパスサイコパスザシューティング2になっていたり、リアル謎解きゲームも異なっている。また、夏だけで行われた企画としてはサイコパスを含めた、ノイタミナーアニメの先行上映もあり、また、お台場ではないが、パシフィコ横浜を会場に、ライブやキャストトークショーに加え朗読劇などを行った、イベント、サイコ。 フェスサイコフェスもだイブ展開の一つとして含まれていた。なお、サイコパスる夏、サイコパスる冬で上映された特別映像は、x b o x one 用ゲーム、サイコパスサイコパス選択なき幸福の特典、大いぶツーサイコパスプレミアムディスクとして収録されることになり、限定版特典として、サイコパスる夏、予約特典として、サイコパスる冬が付属した。 2019年4月18日から舞台サイコパスサイコパスバーチューバイスが上演。本編のスタッフである深見誠による絵描き、おろしのストーリーとなっており、本校かつゆきが演出として携わる。コラボレーションにあるパーティーゲーム人狼とは別の作品。2019年10月25日からテレビアニメ一家をベースにしたサイコパスサイコパスチャプター1。 犯罪係数が上演。以下の出典は、集営者ブックナビ内のページ。書誌情報の発売日の出典としている。サイコパスサイコパス2に関する、カテゴリー。サイコパスサイコパス3に関するカテゴリー。劇場版サイコパスサイコパスに関する、カテゴリー。サイコパスサイコパスシナーズオブザシステムに関するカテゴリー。監視官、常森明に関する、カテゴリー。 サイコパスサイコパス監視官、ズル更新屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。